はい。これは映さない。あ、ちょっと方がいいかな。当然だろう。よいしょ。よし、その赤子できたからいいよ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。霊視研究家のかむい&チャンネルのかっちゃんです。はい、むいです。今日はね、キヨス城は駅の中、そんなの常識の清洲城に来ました。はい、清洲城です、鬼殺し。鬼殺しが有名らしいですね。そう、鬼殺し。美味しいんですか？まずいです。なんでこった？さて、それはさておいて、はい、清洲城。はい、清洲城でございます。もうレプリカって感じこれ多分全部崩れて、あれやな、石しか残ってないっていう状況だな。いや、っていうかさ、上なんか安っぽくね？これ新しいから作られたんやろ？どうなんでしょうな。誰が住んどったの？はい、それはもうあの超有名な織田信長さんですよ。この間本能寺で死んだ人。織田信長ってこんなチャチい城に住んどったの？もともとここの城の方で、うん、で、あの有名な桶狭間の戦いで今川義元っていう静岡あたりを治めてた人を運よく倒せて、それで次に岐阜県攻めて岐阜県の岐阜城をの城主を倒しました。岐阜城にそこで移り住みましたっていう、まあ実家です、信長さんの。あ、そうなんだ。さあ、そんな清洲城ですが、ぶっちゃけそんな知らんでんな。だって信長さんすぐ岐阜、なんていうの、その岐阜の方に引っ越すんだもん。っていうかこの辺りが当時ずーっと周り何もなくてですね、平野というか木材も何もないしっていう、その山もなかったみたいだな。はい、平べったかったです。お、あのこういう今みたいに家をたくさん作るとかだったら向いてるんだろうけど、当時からしたらまあなんて住みやすい場所でしょうっていうね。池もないもんな。それは普通お城の周りって池あるやん。堀とか、堀、あれ、うん、あれもね、城なんだな。何にもなさそう。行ってみる？マジで？これ見て何もなさそうっていう。よいしょ。いいお城よ。嘘、絶対な。行ってみましょう。さあ、行ってみましょう。黒いね、全身。服とマスクとサングラスと帽子が全部黒ですけど。暑そうやな。さあ、皆さん、ではね、確かに本当はね、俺清洲城って初めて来た。俺も初めて来た、うん、本当はね、歴史的に何もない場所だね、ここ。っていうかね、あの信長さんがその要は生まれ育ったお城みたいなのは、うん、お市様もここで育ってたりするんだけど、うん、ここでなんか合戦あったっていうエピソードもそんな、なんていうの、ないな。ないので、何を掘ってもらおうってなるんですよ、来なかった理由が。ただの観光で終わってしまうのか。本当に何もねえみたいな。今、歴史をちょっと探ってるんですけど、うん、確かにあれよね、長くいたわけじゃないんだ。はい、あの岐阜っていう一等地があるせいで、あれ取れちゃったらここに住む理由マジでないんですよ。土地柄がそんな良くないというか、当時の地平線が見える。地平線が見える。いや、まあ正解。すげー。なあ、この石垣の部分をちゃんとこの階段のフォローしないと入り口に入れないんだよな。そう、俺がまず説明できるもん。いや、ぶっちゃけ説明するほどのこともないんですけれど、ここ、さっき言った織田信長さんのお城ですっていう、それ、うん、で、もうフィニッシュですよ、行ってしまえば。もうねえな。ずっと軍事拠点としての価値はあったんだけれど、うん、じゃあここで活性ありましたかって言ったら何もねえんていうか、ないです。
平和そのものだぞ。そう、だから見とる限り、あのぶっちゃけ言うと名古屋城もこのオチだよ。マジか。そう、だから困ってんだよ。かっちゃんがよく言う一夜城あるじゃないですか、うん、あれの方が多分数倍見どころあるよ。あ、そうなんだ。うん。あら、立派。ワンには立派。これは当時からあった庭ですか。この辺りだったみたい。ああ、この今ちょうど石しかないところ、うん、あの皆さん本当にね、ここに見える歴史が、うん、一言で言えばもう本当にものすごい平和な、一番平和なお城。あのね、多分ね、歴史、今までのノリノリって言うとあれだけど、今までの感覚で歴史してもらってるでしょう。うん、時代がまずいんですよね。あの要は俺が言ってるのが織田信長さんの時代なわけじゃないですか、うんうん、織田信長さんが生まれました、うん、でそこからあの、うん、要は今川義元の VS のところももっとなんていうの、あのトヨタの方というか、うん、とかでやってて、うん、ここが戦場になってなくって、うん、で岐阜に攻めに行くぞってここで戦場になるわけないじゃないですか、うん、岐阜だもんな、うん、でさらにその信長さんがどんどん歴史的に勝っていくもんだから、うん、ここまずまず戦場になりえないんですよ。だよな。だからね、何を掘ってもらえばその伝わるんだろうって思ってる。本当に申し訳ないけど、多分日本一、日本一ね、はい、日本そこから順にお城がある中の、うん、バンです、平和なお城。あ、ベスト2が名古屋城だと思う、本当に。うん、でもね、平和度で言ったら本当にここね、平和の中では戦もなければ何にもない市役所みたいな、そういうなんか仕事、うん、紙の仕事は来るんだけどみたいな感じの場所だと思う、うん、よし。で、あまりにも多分信長さんあまりにも暇すぎて、うん、結構勝負師なんだね信長さんって。そうですね、あまりの退屈しのぎって言っちゃ悪いんだけど、うん、岐阜を攻めたくなったと、欲が出たと。何もない場所よりか何かある場所っていうか、の頂点、要は清洲実質名古屋を手中に収めてて、うん、地図で思うと下海じゃないですか、うん、左の勢力はもう抑えてます、うん、で右を倒しました、あと上しか攻めるとこないんですよ、うん、だからもう岐阜しか、岐阜は暇つぶしのように言ってるような、それがたまたま勝っちった、勝っちった、うん、たまたまな。岐阜城もまさかまさか攻めてくるとは思っていないという。で、岐阜のその時の城主の方が、うん、その娘さんを信長さんの嫁にしてるんですよ。あ、まさか自分のなんていうの、向こうよ、向こう娘のお婿さんのさところが攻めてくるとは思わないじゃないですか。思ってないからな。っていうか信長さん、うん、はどうしてもこの僻地がつまらんかったんだろうね。ああ、それはそうでしょうな、うん、だから一番よく見えたのが多分岐阜城なんだろうね。まあ人も物資も散々集まるなんていうの、う当時一番栄えてたみたい。一番このここに住んだ時が岐阜ってすごかったみたいだね、うん、なんていうか、今の名古屋と岐阜を入れ替えたぐらい。ちょっと失礼なこと言う。それがどうしても地中に欲しかった、自分に欲しかったみたいだな。欲が出たんだね。うんうんうん。で、攻めたみたいだな。関係ないっていうことで。書物があるかないかわからんけど、譲れという手紙かなんかを出したんじゃないのかな。争いを避けて、ああでもなんか出してるっていうの見た覚えがあるな、なんか。なんかそういう話し合いがあったみたいなことが聞こえる。で向こうはそれはおかしいと。なら攻めるしかない。腕ずくでもとにかく栄えた町が欲しいと。いい場所なんだけどな。いやその当時本当すげえ。下手すりゃ富士山まで見えたんやね。
いや多分こんなに緑ないですからね。本当になんかその平屋みたいなそういうなんかちっちゃい家がずっと並ぶくらいで。いや陸橋があるやん。へい。もうちょっと向こう側の本当向こう側、うん、に民家がダーッと並んでる程度の、それも寂れた。あの岐阜とは違う町。岐阜はなんかさ裕福な方々が住んでてんだけど、ここはどう見てももう年中の。もっとなんかゴーストタウンの一歩手前みたいな。うん。それにすごい嫉妬したみたいだな。で、僕の出てるけど間違ってたらすいません。僕はそういう風に読め取れてます。ね、改めてここ来てなんていうの、俺がなんていうの選ばなかった理由わかるでしょ。わかる。読ませづらいここ。何をスポット当てればいいのって思う。はい、信長公祀るお社、お社？入り口、清洲城、あと、どこよ？え、こんにちは。どいてくださいって。ひどい。とりあえずこっち行って、よいしょ、よいしょ。もともとはこの辺にあったらしいっす。以上。なんか残存する気配だけでも感じませんか。セミがうるせえ。これまた動画的に大変だな。あ、ちっちゃ。あ、ちっちゃいんですか。あんなでかくねえぞ。かっちゃんよ、よく考えてください、はい、さっき言ったじゃないですか、78キロもないでしょ、まあ、700、800メートル差ぐらいのところに民家がずらーっと並んでる、うん、なおかつほぼほぼゴーストタウン、うん、取れるお金も少ないんです、税金も。あ、そっか。だから言ってるじゃない、クソ田舎のなんていうのお城だって取れる税収も少ないから、そりゃなんかちょっと立派なお家ぐらいにしかならないんです。だから最初あのリメイクのあのお城見たときに、うん、ああなんか想像より 1.5 倍ぐらいでかいなとは思ったんですよ。いや俺あんなんだと思っとった。じゃあかっちゃんの上がないやつ、寝上がないぐらい。ね、石垣の高さを。はい。石垣は多分さ、こっから多分バーっと落っこってったやつだと思う。はい。うん。うん、建物自体が真っ白。なに、1階建てぐらいのあれなんですか。さっきの清洲、さっきの清洲城ってやん、はい、あの3階がないぐらい。ああ、ギリ2階建てでお城の形は保ってると。うん。まあ、お城っていうのかな。まあ、お城みたいなもん。お城風。そう、あのかっちゃんが周りを見たあの景色、その何もないっていうその景色での税金です。あっちのお城とこっちのお城どっち建てれますかって言ったら、こっち。こっちも相当無理しとる。ああそんなもんですか。うん、あの税金で700万ぐらいしかもらえないけど1000万のお家建てたぐらいの無茶はしてる。そうあこんなちっちゃいんだ。あそりゃそりゃさ、やはり欲しなるわ。で、問題が発生します。お嫁さんの実家です。うん、関係ない。欲しくなる。あの俺でも欲しいもん。部下もこれだったら。部下もお嫁さんの実家だからそれはやめた方がって言ってますけれども。取りに行く。うん。いや、これにずっと住んどったら、うん、多分あっちの賑やかな大きな城、うん、欲しいと思う。ああ。立派に見える。で、むしろ自分が負ける気がしないって思う。っていうか負ける気しないっていうか、失っても負けても失うもんないんだよ。ワンチャンだって無敵の人じゃない、そんななんか、うん、今言うんだもん。うん。俺だったら本当に織田信長の気持ちだったら俺行くもん。
要は、うん、一生この退屈なお城で生きながらえますかっていうのと、うん、命をかけてワンちゃんここで死ぬかもしれないけどいい生活行きますか、どっち行くっていうか織田信長の部下たちが信頼できる部下っていうか、もうこいつらに、まあ、や任せれば勝てるという、向こうよりかは人数は確かにこっちの方が少ない、はっきり言うが、はい、だけど戦力はこっちが10億万パワーだったらこっち1万パワーだもん。まあそのうん、うん、むしろ向こうは平和ボケしてるような感覚。そう、あのお父さん、要はその義理のお父さんが、うん、がその有能すぎて、うん、その人が岐阜一帯を治めた感じなんです。うん、あの人岐阜がうまく育てたっていう人なんだ。そう、あの、うん、この間平の清盛とか、あの、うん、その忠盛とかお父さんとか、そうそうそう、あの辺ぐらいのポジションのことをやってるんです。うん、あともうダメ息子なんです。で、こっちは戦略はうまいけど、うん、土地をうまく使うことができない。人、あの、なんちゅうの、田畑を作るとか。ああ、はいはいはい。うん、っていうか今でもあるような、ああいう地方じゃなんかろくに生活できないからみんな都会に行くべり論で岐阜行っちゃったんじゃないの。もうすごくよく見えたんだろうね、こっから。それがよりによって隣町だからな、 2,3 個隣なのともかく、うん、よう見えるからな、こっからだったら多分。昔だったら多分あの京都の大文字焼きとかあんなんやられた日にはもう見える見える、うん、張り倒すぞこの野郎って思うような、金持ちの道楽しやがって。だから多分もう欲しくて欲しくて仕方がなかったんだろうな。あの賑やかな街を、うん、納得されましたか少しは。これは嫌だわ、俺も嫌だ、こんなお城じゃねえもんこんなもん。ちょっと上登れるかだけちょっと見てみましょうか。登れるんだな。清洲城再建で1989年。つい最近じゃねえか。ムイが生まれる1年前ですわ。で、まあ信長さんの居城としてかつての東海の巨人、天下の名城と称えられた清洲城を再建しました。天下の名城でしたかここのお城。え、俺なんか悪いこと変なこと言っとる。ねえ、いや、信長さんが勝ったそのなんていうの、その高級にないもん、有名人の実家っていう意味合いではさ、いい実家かもしれないけど、そうなんだよね、勝ったの視線が低いんだよね。あのこうじゃないんだよな、うん、人いなくなった、狭いしな。あのお社があるところぐらいに、あの城が建てたね、ここに、ここが多分正面だわ。ああ、こっち側が正面玄関、ここが多分そうだ。邪魔しますぐらいな感じで入れるんですかね。あ、玄関まだ。いや、玄関多分この辺、この辺だと思う。はい、お邪魔しますぐらいのノリで入れるんだ。で、そこからスーッとこんな剣が攻めで、向こうにあの何なんかあるやん、あの見張り屋、見張り台っていうか、そういう、そう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 、のそこら辺の木の高さぐらい、2階建てだろうね。低い、ね、2階建てでもまあまあ一軒家だよね、安い一軒家だよね。今で言うとほら欲しくなるぞ向こう。ああそれで岐阜城か、ダメだな。こうやって見渡す限り僕見てるけどさ、うん、田畑がもう枯れてる。おー、多分水不足がひどいんじゃないのここ多分。あー、なるほど。うん、川はあるんだけどな、あの川当時ないのか、え、足りないのか、あの川では。どの川、そこのさっきの橋があったとこ、あれなかった、あれなかった、なんてこった。だから岐阜は流れ川も揖斐川もあったから、うん、そうですね、水の宝庫ですからね、あっち、そう、
だから畑とか田んぼが盛んで金があったわけよ。ほんで川があるからいろんなものが入ってくるやん。うんうんうん、うん、これはやだわ。俺だったらやだもん。いやでも確かにここに城がありましたって言われるだけで攻めってなるもんな。これはやだわ、ストレスやわ。多分その頃一番下手すら貧乏に近い家柄、家柄じゃないかな。まあだから、あでもそうかもしれない。誰やった信長、はい、信長は、うん、戦にこだわったんじゃない、戦いに。小さい頃からのその貧乏から抜け出したい的な、小さい頃からのこの要はお金持ちになろうっていうそういう気概で、力の強いものが、うん、いいとこに住めるっていう、自分的に育ってきたんじゃねえか、親を見て。おうん、その歴史が多分辿れる俺には。いやだよ、俺だってそう思うもん、ここに住んでたら。うん、その気持ちは定かか忘れ物にも分かんねえけど、ただ岐阜城はでも一応義理立てはしてる、書状は送ってる。うんうんうん、うん、だけどそれを弾き飛ばした息子さんかな、うん、城主が、うんうん、それにカチン来て、まあカチンと来てというか、まあ、うん、ちょっとカチンと来たみたい。うん、うん、だけどまあちょうど運気の、自分が何やってもうまくいく時期っていうことは自分で把握してたみたいだな、今の戦力でだったら。まあ、うん、当時でも今のあの戦力だったら俺も勝てると思うもん。うん、見れてよかった、元のネタが。秘宝、清洲城あんなに大きくなかった。よかったよかった、後半からちゃんとかっちゃんの霊感、なんていうの、霊視した喋りになってくれてよかった。本当。向こうのお城を見た時のヤバさよ。ちょっと顔つき変わってる。